はい、皆さんこんにちは、西岡義人です。今回はですね、ついに、全仏オープンが始まるということで、今回も全仏オープンのドローの解説をしていきたいなというふうに思います。ここのですね、全仏オープン始まる前の大会で、僕がちょっと体調不良で熱を出して腹痛で寝込んだりとですね、結構いろいろと体調不良の面があって、今現在ちょっとまだ声が変で鼻声なんですけども、精一杯ドロー解説していきたいと思います。前の週でかなり体調不良の方が出て、約3名から4名体調不良で棄権ということで、まあちょっとね、全仏も正直体調不良での棄権の選手はこれから出てくるかもしれないなというふうに思っています。結構今流行ってるそうなので、選手としてはちょっと気をつけるべきポイントが別のところで増えてるかなと思いますね。今回はですね、日本勢なんですけども、まず上から錣選手がついに復帰ということで、全仏オープンドローに名前が入っております。そして、僕が何年連続かちょっとわかんないですけども、今回も出場と、そして、あとダネリ選手、ここまでがストレートインということで、3名がダイレクトインで本戦から、そして予選上がりで望月慎太郎選手が予選を通過ということで、今回はですね、4名の日本人選手が本戦の名前に入っております。今回の日本人のドローなんですけども、やはりかなり厳しいドローを引いてるなというところで、ダネリ選手が第6シードのルブレブ選手、そして望月慎太郎選手がフルカッチ選手、僕がオジアリアシム選手、そして錣選手が予選上がりということで、4人いるうち2人はなんとトップ8シードの2人ということで、かなりタフなドローを引かされてるなという印象があります。今回のですね、全仏オープントップシード、上からノバク・ジョコビッチ選手、ヤニック・シナー選手、カルロス・アルカラス選手、アレクサンダー・ズベレブ選手、メドベデブ選手、ルブレブ選手、キャスパー・ルード選手、フルカシ選手と、ここまでがトップ8のシードとなっております。今回のトップ勢っていうところも、アルカラス選手が肘の痛みだったりとか、シナー選手もですね、若干怪我のところからの復帰ということで、もちろん問題ないと思うんですけども、若干怪我を抱えている選手もいるのかなとは思っております。今回ですね、1回戦たくさん面白いところあるんですけども、まず日本人選手はスタートが日曜日から始まるということで、すでにですね、もう予定も出ていて、もちろん面白い試合もたくさんあるんですが、多分一番皆さんが絶対に見たいと言ってるところは、もちろん間違いなくナダル選手と、そしてズベレブ選手の1回戦、これが初日からの最上級カードかなと思っております。多分ね、これを見るためにセンターコートのチケットは高騰すると思いますね。今もう多分転売みたいなのが増えて、どんどんチケット高騰してると思うんですけども、これをやっぱナダル選手がもう最後の全仏ということで、もう見れないということもあるので、ここは本当に正直、選手の僕も見たいなと思う一戦になっていますね。そしてこういったビッグネームの1回戦他にもありまして、ワリンカ選手とアンディ・マレー選手の1回戦、年齢的には正直もうベテランと言われる年齢のこの2人っていうのは、かなり熱い試合になるんじゃないかなと思います。最近のですね、若いテニスの傾向のパワーテニスとはまた変わった、本当に経験と技術とっていうところが一番面白く見られるような1試合になるんじゃないかなと思っております。他にもですね、1回戦ウーゴンベール選手、今回第17シードなんですけども、1回戦がソネゴ選手ということで、かなりタフな1回戦になるんじゃないかなと思います。ソネゴ選手最近そこまで勝ってはないんですけど、そしてウンベール選手もですね、クレーシーズンそこまで勝ってるわけではないんですが、1回戦のカードとしてはかなりネームとしてビッグな2人が入っているんじゃないかなと思います。そしてチチパス選手とフクソビッチ選手、フクソビッチ選手がですね、本当にグランドスラムがかなり強いイメージがあって、こういうトップシードもですね、結構1回戦で当たるのはそんなに好ましい相手ではないんじゃないかなと思っていて、もちろんチチパス選手クレー強いんですけども、フクソビッチ選手みたいにですね、5セットが強い選手、やっぱ本当に体格も良くて体力もあって、で技術も高いっていう、こういう選手はですね、やっぱり1回戦で当たってくるのはかなりトップシードとしてはちょっと緊張して入らないといけない1試合になってくると思うので、ここ結構個人的には競る可能性あるんじゃないかなと思っています。そして錣選手の復帰の1回戦、予選上がりのディアロ選手ですね、カナダの。この選手身長がでかくて、ビッグサーバーなので、どちらかというとクレーコートのテニスをできないというか、してないような選手だと思ってます。なので比較的クレーコーターみたいなテニスではないので、どっちかというと結構もう打って打って打ってパワーでなんとか押したいっていうテニスだと思うので、こういう相手には正直錣選手はかなり得意なんじゃないかなと思ってますね。やっぱもうリターンは本当に世界のワンツーと言っていいぐらいの実力の選手だと思いますし、まだこのディアロ選手若いので、こういうなんかリターン能力がですね、もうズバ抜けた選手と多分そこまで対戦したことがないと思うので、本当にほとんどのサーブが返ってきて、またニュートラルからストロークやり
出すっていうこういう展開ってほとんど経験してないはずなので、正直言うとかなりディアロ選手はやりにくいと感じると思うので、錦織選手かなり分がある勝負になるんじゃないかなと思っています。古勝選手そして望月慎太郎選手の1回戦はですね、お互いフラット系で、軌道が低いということでクレーコートみたいな軌道ではないんですけども、古勝選手今年も成績いいですし基本的に安定してる選手なので、まあ本当に崩していくっていうのがかなり大変な選手の一人だと思っています。慎太郎選手がですね、どれだけクリーンに攻め続けられるかっていうところだと思うんですけども、やっぱり古勝選手みたいにいいサーブを持っていて、まあ、リターンもやっぱり上手いですし、まあ、動きもですねやっぱりリーチが長いのでかなりいい動きと、そして根本的にまずミスが少ない選手っていうところの対戦になってくると、慎太郎選手がですねどれだけ焦らず落ち着いてテニスができるかっていうところが重要になってくると思いますね。結構ね古勝選手は意外とハードヒットするっていう選手には思えてないので、正直言うと落ち着いてしっかりとクリエイトポイントをしていければですね、テニス的な相性で見るとチャンスはゼロではないなというふうに思っています。ファーストセットのスタートさえもし潰しきれれば慎太郎選手が勢いに乗っていく可能性はあるかなと思いますね。ニコラス・ジャリー選手ローマで決勝まで行ってもう本当に大活躍した選手で16シードに入ってるんですが、1回戦がムテ選手ということで、前回ですね確かチリの大会でクレーコートでジャリー選手とムテ選手確か試合やって、その時はですねちょっと僕も結果覚えてないですけど、やっぱそのチリの応援っていうところが若干アグレッシブなところがあってですね、ムテ選手もちょっと怒ってたりとかもあったんですが、今回は真逆で、ムテ選手のホームということで、これ逆のパターンに入ると思いますね。ただまあチリの人も多いので、もうここ応援合戦が激しい試合になるんじゃないかなと思っています。ジャリー選手みたいなタイプはムテ選手のことそんな得意ではないと思うので、ここ意外と僕はいい勝負をして接戦で始まってくる1回戦かなと思ってます。はい。まあ、1回戦はですね、本当にたくさん面白いところがあるんですが、トップシード1がジョコビッチ選手で、4シードがズベレビ選手ということで、まあ、ここがベスト4、順当に行けば当たるということで、そして下にアルカラス選手とシナー選手のベスト4ということで、比較的若い2人のベスト4対決っていうのは結構面白いところはあるんじゃないかなと思いますね。シードとしてはかなり面白いと思います。ただですね、僕正直言うと、ジョコビッチ選手はどこまで勝ち上がってくるか正直わからないなという印象があってですね、もちろんある程度のとこまでは勝ち上がってくるかなと思うんですけども、今回、まあ、トミー・ポール選手みたいにかなりクレーで良かった選手や、もちろん下シードのところにですね、ムゼッティ選手いますし、全然脅威となる選手がたくさんいるので、キャスパールード選手とベスト8で当たるっていう可能性もあったりとか、タフな相手がいっぱいいるので、個人的なところで言うとそこまで勝ち上がれる、今までみたいにもう絶対ジョコビッチ選手は勝ち上がってくるだろうと言えるほどのところにはもういないんじゃないかなと正直思っています。結構ね難しいですね、予想としては。個人的にはルード選手上から上がってきそうな予感はしています。メドベデブ選手もですね、まあ、デミナー選手とかが途中でいるので、まあ、このあたり結構ね、接戦すると思うので、トップシード勢結構危うい可能性全然ありますね。ズベレビ選手はもちろん、ナダル選手ということもあって、1回戦からどうなるかわからないですし、下のところにルネ選手がいるので、まあ、これもかなり熱い一戦なんで、もうバチバチな試合が増えてくると思います。また皆さんのベスト4予想など、ぜひコメント欄でお待ちしております。個人的には僕はトップ勢が結構負ける可能性があるんじゃないかなと思っています。シナー選手とアルカラス選手は怪我がなければ正直言うとある程度勝ってくるだろうと思っていて、上がちょっと荒れるんじゃないかなと思っていますね。ということで2024年の全仏オープンもうすぐスタートということで、ぜひ皆さんワウワウで、ライブ配信があると思いますので、そちらで見てもらえればなというふうに思います。ということで皆さんご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。それでは皆さんバイバイ。ぶちじゅチャンネルをご覧の皆さん、いつもご視聴ありがとうございます。僕はですね、今オンラインサロンというものをやっていまして、その中で皆さんに向けたプレゼント企画だったり、そして、ズームを通じて試合後の、感想を皆さんにお伝えしていったりっていうものを今、やっております。どんどん追加でコンテンツを作っていく予定ですので、ぜひ皆さんのご参加をお待ちしております。詳しいことは、動画の概要欄から、チェックしていってみてください。